い、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の不等式の証明丸1をお送りします。で、前回までね、等式の証明やっていきましたが、こっから不等式です。で、まあこれもちょっとシリーズでやっていくんだけど、で、最初なんですが、ポイントは特にないです。あの問題ね、いろんなタイプの問題やりながら確認していく形をとっていきます。では、今回は2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、両方解いていくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の2問、何やるかっていうと、まあ、不等式を証明する。まあ、成り立つことを証明すると。で、もう一個ついてくるのが、また、等号が成り立つ場合を調べようと。これがくっついてきます。で、不等式なので、イコールじゃなくて、例えば、大なりとか、小なり。で、大なりイコール、小なりイコールと。まあ、これを使ってるのが不等式になるんだけど、今回、両方とも、大なりイコールなので、イコールが入ってるんだよね。ってことは、これ、ダイナリーなんで、こっちの方が大きくなるんだけど、こっちが大きいことは証明したいの。不等式成り立つことをね。でも、イコール、つまり同じになることもあるので、じゃあ、同じ、つまり等号ね。同じになるときはどんなときなのって、そこまで書かなきゃいけないんです、この問題。ね、このイコールがなかったらそれ必要ないんですが、まあ、ほとんどこっちで出されるから。学校のテストもね。なので、そこまで調べると思って聞いてってください。では、1番ですね。1番は x2 乗プラス 4x プラス4大なりイコールマイナス y の2乗プラス 2y マイナス1となっております。で、不等式の問題もね、まあ、ルートが入ったりとか絶対値が入ったりいろいろあるんだけど、ひとまず基本的スタイルとしては大きい方から小さい方を引き算すると覚えてください。で、今これ見比べると大なりだからこっちが大きいでしょ。で、それを証明したいんだけど、つまり大きい方、左辺から右辺を引いて計算していきます。これが基本的スタイルね。なので1番、左辺引く右辺と、まあ、これを計算していきます。で、こっちに書きたいんですけど、ちょっとね、こうで板書書いていきたいので下に行っちゃうけどね、ごめんね、見にくいですが。で、左辺はこのまんまでいいでしょう。 x2 乗プラス 4x プラス4マイナスでこれなんで、まあ、カッコなんか入れちゃおうか。マイナス y の2乗プラス 2y。 あ、でもあれだね、 y の2乗符号ちょうど変えれるからマイナス配っちゃおう。先にマイナスこれなのでプラス y の2乗マイナス 2y プラス1となります。で、何をやるかっていうと、今回この部分、もともと左辺にいたやつね、この部分とこの部分がそれぞれ因数分解ができます。で、言ってしまうと、これ最終的にはこれが0以上になることを示したいんです。で、0以上のことを示すに一番便利なのは2乗を作ってしまうこと。だって2乗だったら絶対負にならないから。いい？どんなにマイナスをでかくしてもマイナス100とかにしたとしても2乗にした瞬間にプラスになって1番になるからね。絶対プラスができる。だから2乗を作りたいと思ってください、基本的にはね。じゃあそうできるように考えていくんですが、ここに関してはちょっと待って、これ書きっぱなしだった。そのもともと左辺にあったこの部分、これ因数分解すると x プラス2の2乗だよね。ここで右辺のね、こう移動してきましたけど、この部分もプラスy マイナス1の2乗になります。いいかな？で、2乗プラス2乗なの。2乗したもの、さっきも言ったように絶対プラスです。プラスもしくは0ね。で、こっちもプラスもしくは0なんで、それは0と0あるんでと、プラスとプラスを足せば、マイナスになることないから、0以上になるよね。で、以上、イコールが入る理由は、これが0で、これが0だったら、0の2乗足す0の2乗って0になるからさ。だからちゃんと大なりイコールになります。で、これが満たされたと。で、これができたということは何かね。で、こうなると、あ、でもこれどうしようかな。一応最初なんで丁寧に書きますね。多分これ書かなくて今のままでいいんだけど、こうなったらその x プラス2この部分ね、
これが0以上、さっきも言ったようにね。で、y-1 も0以上より、これがちゃんと、あ、これね。成り立ってるから、今計算してきたものが、こう、の方が安全は安全だね。丁寧に書くとしたら。で、これが成り立ったから、よって、もともとあった左辺引く右辺が、こうが成り立ったでしょ。で、ま、右辺を右に戻してあげるの。そうすると、どうなるか。ちょっと待ってね。左辺、大なりイコール、右辺が成り立つんです。こっちに戻せばいいから。だから、これが示せたことによって、もともと示したかった、x2+4x+4、大なりイコール、-y2+2y-1、これが満たすことができました。これを証明することができたと。いいね。で、最後、こっち、統合が成り立つ場合を書くんだけど、これはね、で、統合が成り立つのはどういう時かっていうと、さっきも言ったようにこの部分、つまり x+2 ね、この中身とこの中身が両方0だったら0の2乗+0の2乗なんで0になるんだよ。統合が成り立つので、0になるから。だからつまり x+2 が0で y-1 が0、中身が0ね、両方0、つまりこれね、こっち移行してくると x=-2 でしょ。で y も -1、 こっち連れてくると1、この時に統合が成り立ちます、かなり成り立ちますよと。意外と下に余裕があったいいね、こんな感じになります。いいかな、ちょっとここね、照明では邪魔なんで消しちゃいますけど。なので基本的に不等式の証明を示すときは大きい方から小さい方を引いて計算していくと思ってください。いいね。よし、じゃあ2番いきましょう。で、また同じ感じだね。 a+b2 で大なりイコール2a+b-1 となっております。で、大なりイコールだからこっちの方がでかいとなってますので、同じように左辺から右辺を引いていきます。で、これちょっと欠けそうだね、こっちに行こうか。そうするともともと左辺いるから、これを書いてこっちにまあ連れてくる感じね、引き算だから。で、-2になるから配っちゃおうか、先に -2a-2b+2 となります。で、こっからこれまで持っていきたいの、0以上になるように。で、さっきも言ったように、なんとかの2乗を作ってしまうのが一番楽です。やり方としては。まあ、あと平方完成使ったりすることもありますけど。で、今回はちょっと工夫してください。で、どう工夫するかっていうと、イコール、ちょっと左に行くね。A の2乗と -2A のところを見ると、もし、ちょっと書き方、ワードこう書くよ。A の2乗、-2A、+1がいてくれたら、これ因数分解で a-1 の2乗になるよね。括弧 a-1 の2乗。じゃあこれ無理やり作りに行こうと思います。で、閉じますね。プラス、同じように b の2乗の方も見ると、b の2乗-2b で+1になれば、これ、この中身、括弧 b-1 の2乗になるから、2乗になるでしょ。で、これ今さ、実は、+2ってなってるのを1と1に分けたの。1と1か。で、こっちに1、こっちに1を与えてあげた。分けてね。だってこれもう一回計算して戻したらちゃんとこれに戻るから、上に。いい？だから頭の中で2乗を作りたいなと。で、そのためには、あ、2を分ければいいんだ。というふうに繋がってくれるとありがたい。で、さっきも言ったようにこれを計算すると、こっちが x-1 の2乗。+b-1 の2乗となります。で、最初なんで丁寧に書きましょうかね。さっきと同じようにこれ a-1 の2乗は2乗なんで絶対0以上になります。必ず負にはならないと。
で B-1 の2乗も同じくこうなると。より今計算したこれも0以上になりますと。これが言えたから、だからよってもともと言いたかった A の2乗プラス B2 乗大なりイコール2括弧 A たす B マイナス1と、これが言うことができましたと。これで証明の方が終了で、統合をね言わなきゃいけないんで、さっきと同じように2乗プラス2乗になってたら、その2乗の中身が0になればいいんです。だから統合が成り立つのは、中身 A-1 だね。 A-1 が0、そして右の中身も B-1 イコール0の時なので、つまりこれね持ってくると A イコール1で B イコール1で両方1なんで、こういう時は A イコール B イコール1って書いちゃっていいです。もちろん A イコール1、B イコール1って書いても罰じゃないけどね、丸もらえるでしょうけど、まあこう書いてもいいかなと思います。で、これの時であると、よいしょね、これで終了となります。めっちゃ右上がりだったね、ごめんね。まあ不等式のね、証明の最初になりますが、基本的スタイルとして大きい方から小さい方を引くと。だからこれがね、小なりイコールこっちこうなってたら、右辺引く左辺をやってください。大きい方が右辺になってるからね、まあ、そこを気をつけて見てもらえばと思います。では今回は高校数学数2の不等式の証明丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で最初にも言いましたが、ちょっとこれ続きますので、またね次丸2取っていくんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。